皆さんこんにちは、まいです。今回はとても反響いただいた下味冷凍の鶏むねレシピを4つ、前編後編2回に分けてご紹介します。今回は甘辛いタッカルビ風とオイスターマヨネーズの下味冷凍です。下味冷凍をご存知でない方のために簡単に説明すると、ジップロックなどの保存袋に食材と調味料を入れて下味をつけて冷凍しておくことです。調理の際は下味冷凍した食材を加熱するだけなので、驚くほど早く簡単に快適に食事を準備することができます。食べるときは凍ったままフライパンに入れて加熱するか、流水解凍、レンジでも調理可能です。ただしレンジ解凍の際は加熱ムラが出やすいのと、袋が破れてしまう可能性があるので、耐熱容器に入れて加熱時間を短めにして、途中でほぐしたりして様子を見ながら加熱することをお勧めします。下味冷凍があるだけでメニューに悩むことも減り、忙しくても手軽に栄養のある美味しいものが食べれるので、食事作りがぐんと楽になるかと思います。それでは早速作っていきます。鶏むね肉は皮と余分な脂を取り除きます。加熱ムラを防ぐために真ん中に切り目を入れて、左右に開き、厚さができるだけ均等になるようにします。その後は大きさが同じサイズになるようにそぎ切りにしておきます。今回はまとめて下味冷凍を作るので、鶏むね肉を先に全て切っているんですが、実は撮影の際はエアコンを切っていて、結構涼しいというか、冬なんかは寒い部屋で調理しているのであまり気にしていないんですが、暖房が効いた暖かい部屋とか夏場だと細菌が増える可能性があるので、先に野菜から準備する方が安心かと思います。マイタリクックでは1ヶ月に1キロ痩せるゆるいダイエットレシピを紹介しています。レシピのリクエストはぜひコメント欄までお願いします。キャベツは一口大に切ります。今回レシピでは4分の1と書いてるんですが、実際はジップロックに入る分だけという感じになります。使う鶏むね肉の量によっても入る量が変わるので、ここはお好みという感じになります。ピーマン1個は乱切りにします。調味料や材料が入れやすくなるので、保存袋の口は外側に折り返しておきます。鶏むね肉1枚分くらいを保存袋に入れて、塩少々をかけます。豆板醤大さじ1、コチュジャン大さじ1と1/2。豆板醤とコチュジャンを入れる量なんですが、お好みで増やしたり減らしたりするといいかと思います。醤油大さじ1、みりん大さじ2、にんにくチューブ大さじ1くらいを入れてよく揉み込みます。切っておいたキャベツとピーマンを入れます。
冷凍するときは凍るまではバットに乗せて冷凍すると形が崩れず平らのまま冷凍できて急速冷凍にもなるので美味しさを保ちやすくておすすめです。食べるときに私が一番しているのが 1,2 分くらい流水解凍してからフライパンで調理です。中身がスルッと出てくるので取り出しやすくて調理しやすいです。下味冷凍を入れたら大さじ1の水を入れて蓋をして弱めの中火で4分くらい蒸し焼きにします。途中で蓋を開けて分けておいた野菜をお肉の上に乗せて再度蓋をします。4分くらい経ったらお肉を軽くほぐしてもう一度蓋をして8から10分くらい弱めの中火で加熱します。最後に汁気を軽く飛ばして完成になります。ブロッコリーはこのふさふさのつぼみの中に虫が潜んでいることがあるらしくって、ボウルなどに水を入れてそのまま15分くらい放置しておくといいそうです。最後は茎を持って水中で揺すると汚れだったり虫がいる場合は取れるのでいいそうです。ブロッコリーを小房に分けます。茎の根元のあたりは硬いので切り落としますが、茎は厚めに切り落とせば中の方は食べれるのでその部分も使います。保存袋の口を裏返して切っておいた鶏むね肉を入れます。塩少々をかけます。5、6回ぐらい回しました。ラカントまたは砂糖小さじ1、オイスターソース大さじ1、マヨネーズ大さじ1より少し多めに入れます。マヨネーズはこちらの 80% カロリーカットのキューピーライトを使いました。調味料を入れたらよく揉み込みます。白すりごま大さじ1はお好みで入れてください。食べるときにかけても美味しいです。切っておいたブロッコリーを食べたい分だけ入れます。できるだけ空気を抜いて口を閉じ、袋を平らにして冷凍します。1,2 分くらい流水解凍した下味冷凍をフライパンに入れます。
水大さじ1を入れて蓋をして弱めの中火で4分くらい蒸し焼きにします。途中で蓋を開けてお肉の上にブロッコリーを乗せれる分だけ乗せます。4分くらい経ったらお肉を軽くほぐしてもう一度蓋をして8から10分くらい弱めの中火で加熱します。前編はここまでです。来週の下味レート後編も楽しみにしていてください。